は全力ぶっちぎり、ダッキピロ君と、ミヤでございまーす。はい、8月4日の12時。はい。劇中心さんに新限定キャラクター、サトリが実装されます。違うと。謝れ。謝れ。ちょっとなんか、悟ってみようかなって、ちょっと。いや、無理やろ。絶対無理やわ。みんな向こう側で、画面の向こう側でやめとけ言うてるわ。ということで、ちょっと注意点が今回ございます。ほう。覇者の塔のクリアオーブ。はい。突っ込めません。突っ込めない。間に合わないです。間に合わんか。はい。ギリギリ間に合わんやつ。そう。うわ、いやらしいね。で、ちょっと出しますね。はい。はい、こういった形で、第1弾、第2弾、第3弾とあります。はい。まあ、それぞれね、排出率がアップするっていうキャラクターの名前出てます。うん。一番下見てください。8月6日の12時から、8月7日の11時59分。おぉ。終わった瞬間に覇者の塔がスタートする。うわ。ストックとかできませんか、これ。無理です。タイムシフトとか。無理です。はい。なので、今回、覇者の塔のクリアオーブ使えないと。いやー、いうことになります。ある分だけか。まあでも、ほら、一応来月も弾けるので。まあまあまあ、そうですよね。ただ、来月いつ開催されるのかは知りません。うん、いつか。まあなんか、最近ズレズレやからな。な、ちょっとわからんけど、でも来月の覇者の塔のオーブは突っ込めるんちゃうかな。今回はだって早いもん。早いね。早すぎびっくりするぐらい。俺こんなに早くと思わなかった。うん、びっくりしました。はい。ということで、今回、その、新限定キャラクター、サトリの詳細情報、はい、皆さんにお届けしたいと思いまーす。全力ぶっちぎり。はい、まずは、打開者、サトリ。はい。総合評価の方は A とさせていただきました。おう。で、ワクワクのみ、過激盛りでえんちゃうかな。うん。英雄の証、先見の書、これはね、優先的に使っちゃっていいと思う。おう。うん。ということで、特徴。はい。対応ギミックのアビリティが、超アンチダメージボール、超マインスイーパー、アンチ転送壁となっております。はい。あとロングスピードモード2体目やね。お2体目やね、これでね。あー、そうやな、うん、夏アルファか。うんうん。あとウォールブースト M、 はい、スワビなんです。うん。あと壁 SS ターン短縮、はい、となっております。ということで、アビリティの詳細。超アンチダメージボールはダメージボールに1回触れると攻撃力がアップします 1.3 倍。超マインスイーパー、こちらは地雷を最初から4つ所持しておって、直殴りの倍率の方が 1.5 倍。はい。そしてワールブースト M、 触れた壁面数に応じて攻撃力がアップします、うん、この最大4面に触れた時に 2.0 倍の火力が出せると。同じ壁を壊れていってもダメなのね。ダメです。ああ、ロングスピードモード、マップ開始時にスピードがアップ、これが 1.5 倍です、うん、2回コード終了後まで継続します。はい。壁 SS ターン短縮、触れた壁面数に応じて SS ターンを短縮、うん、で1面1ターンなんで最大4ターンとなります、うん、はい。でウォールブースト M、はい、今回スワビなんだけど、スワビで持ってるキャラクターってシャルブマーニュぐらいかな。おあれウォールブースト L なんだけどね。おうん、でもそれぐらいかな。基本ゲージが多いので、うん、だからこれは極力壁面触れとくと、うん、まあ友情とかにも適用されるので、うん、うん、っていうのがあるかな。なるほど。はい、その友情でございます。はい、まず超強壁バウンド弾。うん。これ他持ってるキャラクター多分1体だけなんだよね。アストルポ。誰だ？光属性のさ。ああ。なんか新しめのね。はい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 。そう。あの子。で数値は。まぁ、あ、ちょっとあれ、アストルフォね、攻撃型なんで、もう基本の数値からだいぶ差があるので、はい、まあしょうがないかなと思います。うん、ただ、弱点に当たらなかった時のダメージが、うん、ウォールブースト M、すべて触れた時とは、まあそんなに大差がないかなっていう形で、うん、そこまでこう火力期待すると、かなって思う。うんうん、そうやな。そしてサブ友情の方がランページウォールボム。はい。まあ、他持ってるけどバランス型のキャラクターとかもね結構多かったりとかするんだけど、うん、一応ねジャンコニとか、西郷隆盛とか出したり見ました。はい。で4面触れるか触れんかっていうところもあるんやけど、なかなか触りにくいよね。パワー型、まあロングスピードモードがあるから、まあ、触れんことはないと思うんだよ。うん。ネオだって一応ね4面触れようと思ったら全然触れると思うし、パワー型で、うん、っていうのもあるから、まあ、触れんことないと思うんやけど、うん、まあ、感覚
で言ったら西郷隆盛よりちょっと火力出るよねぐらいで思っとった方がええんちゃうかなと思う。それぐらいの感覚が一番ベストだと思います。はい、ストライクショット、はい、こちらは16プラス8段の壁ドン、うん、ただし貫通の壁ドンなんで初だと思います、うん、1段階目の受強化等倍壁上昇率 100%、 2段階目の受強化が 1.2 倍の壁上昇率が 120%、 これは重心化反射のパワー型の壁ドンのストライクショットと同じ倍率になります、うんうん、例えば十文字ライバーアルファとか、あの辺になってくるかな。まあ、千代ちゃんとかもね、うん、重心化の時は同じ倍率だったはずなので、うんうん、まあ、それと同じ倍率だから壁側でガガンっていうのはできないんだよね、うんうんうん、どちらかというと一度下に逃げてとかね、上がってきてカカーンって殴るみたいな、ね、壁触りたいもんね。そう、そういった形の使い方になるんじゃないかなと思います、はい、まあ、ロングスピードモード持ってるからパワー型でもね、まあ、ある程度使えるんじゃないかなっていうのはある。で今回もまた倍率の方、はい、ポテトさんにお借りしました。ありがとうございます。概要欄にね URL 貼ってありますので、まあ、いち早く知りたい方よかったらポテトさんの X、はい、間違えんかった。こちらフォローよろしくお願いします。はい、はい、使えるケソ、はい、爆熱バルハラ EX やな、ああ、そして超絶はゼックス帝釈天不動明会など、はい、近畿は25、そして内湯だよね、EX も25、はい、となります。ちょっと使えるところはね、あんまりはね、てんてんてんって感じはしないかな。はい、じゃあ相性のいいキャラクターもしくはライバルっていうところで見ていくと、はい、ダメージボール地雷転送壁貫通でテュールがおります。テュール、あ、こちらのテュール、おー、うん、まあ、超アンチダメージボールとかバイタルキラーを持ってて超バランス型の補正なんで、まあやっぱねある程度火力は出せるキャラクターだから、うん、これはもう絶対にクエスト来る、おう、うん、来ちゃうのと思う、うん、まあ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 来るんじゃないかなっていう感じはするよね。なぜかってこの2体って別に相性悪くないんだよね、うん、あのテュールがスピードとパワーがアップ、触れた味方をアクセラレーター状態にするっていうストライクショットを持っておるので、まあ、悟りとの共有もできると、うんうん、いうことで多分ここ来るで、来るか来るで、お、うん、この3ギミック対応のキャラクターがちゃんとおるっていうのは、まあ、おそらく来れるね。ただ反射と貫通組み合わせるみたいなクエストになる可能性はある、うん、まだこれからね実装されてくるかどうか分からんけど、うん、まあ、だいぶ怪しいかなと思います。うん、はい、まとめです。はい、超アンチダメージボール超マインスイッパーウォールブースト M で直殴りの火力が非常に高いです、うん、あとウォールブースト M 壁 SS ターン短縮を持つパワー型なんですが、ロングスピードモードのおかげで3面なら安定して触れれるんじゃないかなと思います、うん、ストライクショットが貫通で初めての壁ドン、はい、ロングスピードモードが切れる前に使用するのがベストです。うん、今後はコーナー移動での適正クエストが来ると思います。うーん、コーナー移動か、うん、まあ間違いなく来れるなまあなあ、うん、普通に来ると思う、劇中のキャラですな、うん、でデュールと一緒に使ってくださいねみたいな、なるほどね、もしくは悟り艦隊で使ってくださいねみたいな艦隊ね、ああそうか、うん、まあそんな感じのクエスト用意されるんちゃうかなと思います。はいはい、いきます。なに五徳者サトリ、ごとくしゃサトリ、これ総合評価 S です。 S ついたね。 S1 個でいい、そうえぐい。 SS でもよかった。いやー、なにストレクショット、ん、友情がとにかくやばいんで S にしました。 あと使えるクエストも一応 S にしたんだけど、うん、まあ、これはね高難易度プラス汎用性がすごい高いなと思っておりますので、うん、まあ、そこを評価してちょっと一応 S にしといたかなと、うんうん、例えば最近やりだしましたっていう人が思ったとしても、まあ、そういう人が思ったら使用頻度めっちゃ高いと思うわ。そうやな、まあ、今ルシファーっていうキャラクターいるからね、はいはい、あれなんだけど、でもマジで使えるキャラクターだと思います、うん、ワクワクの身に関しては遊撃優先かなと思ってます、うん、の過激で英雄の書、戦型の書、これも優先的に使っちゃっていいと思います。はい、特徴いきましょう。太陽ギミックのアビリティが超アンチ重力バリア、アンチ魔法陣、アンチ転送壁となっております、うん、でキラーがゴリゴリ、うん、闇属性キラー、毒キラー、神王封じとなっております。はい、
で、アビリティの所在、超アンチ重力バリア。こちらは重力に触れると一度だけ加速します。はい。あと、闇属性キラー。闇属性の敵に対してキラー効果 1.5 倍。うん。毒キラー。毒状態の敵に対してキラー効果 1.5 倍。うん。神王封じ。神魔王族に対してキラー効果 1.5 倍と。ゴリゴリ。そう、これ全部掛け合わせるとすんごい手になりますよ。で、何が怖いってね、このキラー効果、スワビなんですよね。怖いね。あったもおかしいです。スワビだったらどんなことになるのか。はい、友情コンボです。お三方向追撃貫通ダウン。うん、ピシューンね。ソロモンが持ってるんですね。そうそう、あの、ピシューンって言ったやつね。はい、ソロモン、バランス型。はい。で、まあ、バランス型なんで、もう超バランス型の補正。これ 1.54 倍。まあ、一番属性分率高いところでの超バランス型の補正だよね。うん、それを掛け合わせると、うん、まあ、64,968、うん。全然、あれだから、原料キラー M も足しちゃいます、うん、ってなると、ちょうど12万、まあ、約13万かな、うん、になりますと。はい、で、悟りの、闇属性キラー、毒キラー乗っけました。はい、これが、ソロモンの超バランス型の補正、原用キラー M の入った数値と、まあ、ほぼほぼ変わんないぐらい。まだ余力ありますやんな。ああ、そうなんですよ。で、はあ、神魔王なんか、えらいことやもう、タコ殴り状態やな、もう、リンチやな。えらいことやしかもさ、原用キラー M って、まあ、そこ、そんな入んないじゃん。うん。だから、マジで、やばいっす、これ。あら、まあ。で、闇属性キラーでしょ、うん、毒キラーでしょ、まあ、簡単に入れれんじゃん。そうや、毒連れてけんやもんな。うん。で、使ってみたの概要欄に、ちょっとびっくりするようなことが書いてあったので、ほう。うん。まあ、ちょっと果てあると思うんだけど、はい。うん。なんかどうも、数値が低い状態で使ってるかなんからしいんだよね。あ、使ってみたの映像がですか？ただ、これはわかんない。ポテトさんがね、なんかちょっと、X の方でツイートしてたっていうかな、なんていうか、まあ、なんて言ったら今日からよね。わかんないですか。うん、まだ時代についていけるんじゃないかな。まあ、数値的には出てたと思うんだけどなみたいなこと言ってたので、まあ、実際ちょっとね、俺も計算してないか分かんないんだけど、うん、うん、まあ、そんなことがね掲載されておりました、うん、まあ少なくともあの火力は出せる、うん、使ってみたのもうえぐいです。そ見てもらうとねマジビビった俺、うんうん、でビビって数値出して、あーこれはあかんわと思った。やっとるわって。頭おかしいよね。ああ、この数字は。どうしてまったよな。そしてサブ要素いきましょう。はい。六方向爆撃ということで、ニューでございます。はい。で、これどういった形かっていうと、まあ四方向爆撃ってあってね、うん、クロスで出てるね、はいはい。クロスっていうかね、こういう形で出てるんだけど、六、うん、方向はどうやって出るかというと、うん、こうやって出ます。ここ、こういう六角形みたいな感じ、ね。要はさ、米っていうんです。米。米。米のマークあるじゃん。はいはいはい、あれの、縦がないって感じ。ああ、うん。こう出て、はいはいはい、こう出る。うんうん。こういう状態。カニみたい。そうそう。うん。こういった方向に出ます。はい。で、これもね、えぐいんですわ。えぐい。四方向爆撃。うん。窓か。はい。アルティメット窓かですよ。はい。あれ強かったじゃん。強かった。あいつはやばかった。ね、攻撃型のやべえやついますよね。はい、かわいいかわいい。あれの数値が、闇属性キラー乗っかった数値なんですよ。はあ。この人闇属性キラーの上に毒キラー神王封じ乗っかってくるんで、ありますね。でしかもあれ4方向でしょ、うん、6方向だから弾数2個増えちゃってるんですよね。増えたその上で、うん、こんな数値出すんですよ。はあ、やばいね。頭おかしいね。やばい。これはこれね、マジ複数で編成した時エグいと思う。複数で使っとったけどね。いやあれはエグいよ。何してんのと思って。あれさ、使ってみたさ、天魔9じゃん、はあ、だから分かりづらいんだけど、はあ、あれ、普通の属性倍率そんな高くないところに使ってみ。あ、もうえらいことになるね。えらいことになる。中くらいマッチって友情火力バカです、これ、はあ、はい、ストライクショット、はい、16プラス8段の最大24段、うん、大号令、弱点倍率アップとなっております、はい、これね、カノンと同じストライクショットで倍率も一緒になります。うん。で、まぁ、あ、ちょっとポイントを見ていくと2段階目だね。自強化の方が 1.5、多強化 1.2 になります。うん、弱点効果 1.5 の、まぁ、あ、継続もするんだけど、まぁ、あ、やっぱり多強化そんなに高くないから、自強化メインで使うのが、まぁ、あ、ベストなんじゃないかなと。うん、自強化で弱点殴りに行くっていうね、うん、使い方するのがメインで、まぁ、あ、多強化に関しては他の大号令で動く
キャラクターに関してはまあおまけついてきたぐらいの感覚で、うん、みんな一緒に頑張ってくれてるぐらいでね、そうだね、うんうん、思ってるといいと思います、はい、ただ、まあ、ストライクショットの短縮系のアビリティ持たないので、それでも24ターン、あーそんなになかなか使用することはないのかなとかね、うん、正気とかと編成したら使うだろうけどみたいなところはありますね、うん、はいはい、疲れ消そう、はい、爆絶カタストロフィー読み、うん、超絶ミスリルアイゼン妙王ジューダスカインなど、うん、近畿が裏10、19、天馬が9、うん、となりますが、が通常クエストも十分ぶっ壊せるスペックを持っているので、まあそうやんな、うん、特に闇属性のクエスト、うん、もうおバカさんですね。ダメージウォールのクエストだろうがなんだろうがやんな、そんなもんやられる前にやってしまえやん。ああ、まあそんな状態になれば、艦隊で使うとかねするともう本当にとんでもないことになりますよ、うん、あの6方向爆撃だけでもやばい、とんでもないことになると思うので、うん、仏の顔してやばいな、やばい。一応ね反射っていうところあるんやけど、やっぱりあの友情やったら、まあ、バカバカ発動するから、はあはあ、そんなに、うん、問題はないかなって思います、うん、はい、相性のいいキャラクターライバル、はい、ということで重力魔法陣転送株、うん、ここで反射っていうと正気サルタヒコがおります。天魔9なんだよね。そうやな、はあ、貫通だとチェーンソーマン、アルセイヌアルファとかになってくるかな、プラス、うん、重力転送壁独友情ってなってくると、はい、まあ、他にもいるんだけど、まあ、基本的に、反射、うん、ムーと、まあ、初期、うん、貫通が炭治郎&禰豆子、しかもムーと炭治郎&禰豆子は同じ全敵調教毒メテオになるから、うん、俺ひょっとしたら正気削るかもな。おこれさ、人によってめっちゃ編成変わると思うわ。へえ、うん、分からん、やってみなら分からんけど、うん、うん、これ3体とかやったらそれは使ってみたみたいに3体で組めりゃあれやけどさ、3体って結構現実的じゃないや、うん、うん、どんな富豪なんもしくはどんだけ強運なんて思うから、それはちょっとやれやんやろなと思っているので、うん、まあ、2体で使ってみて、またねその情報とかも皆さんにお届けできたらなと思っております、はい、これちょっとやってみんとわからんな正直、うんうん、ただ、まあ、炭治郎禰豆子しか持ってなかった、まあ正気持ってないという人も、まあ、悟りをゲットすることで、うん、あとフレンドでね悟りとか選んだら、うんうん、これ結構いけんじゃねえかなっていうイメージはできてる。お、うん、ちょっとやってみないとわかんないでも、うんうん、まとめです、はい、超アンチ重力バリアで動ける上キラーを複数持ちます、うん、メインサブどちらも火力が高い友情にキラー効果が適用されます、うん、組み合わせ的に属性倍率が高い低い関係なく火力が出せます、うん、友情の誘発範囲も広いので艦隊性能も非常に高く、はい、汎用性も高いとちょっと頭おかしいそうですか。そうですか。真理を解き放ってるからな。悟ってるだけはな。いやさすがやわ。なんかこうこうやってやっとりながら暴君やけどな。スペックは。めちゃくちゃやな。めちゃくちゃです。はい、じゃあ総まとめいきましょう。はい。打開者の悟りっていうのは未来型になると思います。うん、で。五徳者の悟りは天魔9を筆頭に、まあ、大暴れできるスペックは持ってるかなと思います、うん、ただここが欠点、ヤクモやネオと同じようにワクワクの実がスライドで共有しにくい。あー、そういうことね。そう、そっか、遊撃つけたいし、こっちあの五徳者か、うん、の方はね。でね、打開者が光るようになったら、ああ、遊撃外して過激盛りにするのかっていうところも出てくるじゃんか。だから、わ、ちょっと嫌だなと思ってて。本当やね、うん、極力複数持っておきたいキャラクターではあるけど。あー、怖い怖いこと言ったわ。後々ね、複数持てればっていうキャラクターじゃない。あー、そう、うん、まあ、それぐらいで思ってんのが一番いいと思うよ。あー、うん、まあ皆さんね、あの複数欲しいなと思った時、出るまでガチャっていうのを見るとその気持ちがね、スッと引きますので、はい、よかったらね、ハマる前提、参考にしてください。はい、じゃあ引くべきかってとこ行きたいと思います。はい、まあ、これはね、優先的に引いちゃっていいだけのスペック持ってるんじゃないかなと思います。おー、まあ、キャラ持ってる持ってないもあると思うんだけど、まあ、その中でもやっぱ相当スペック高いね。うん、うん、特にミューズとか他にキャッチしたいキャラクターがいるっていう人、うん、
まあ、そういう人はまたさらに優先度上がるかなと、うん、思います。だメイズ持ってないもん、ね、持ってないっす。今回ちょっと頑張んないとなっていうプレッシャーない両方ね取れるといいよね。そうですね、うん、取れたら最高だよねっていう話ね。はいはいはい。ただただ注意点がございます。はい、あの8月中旬からこれねコラボが来る可能性非常に高いです。なんか今回のでキュンってさらに上がったよね。早めに持ってきたしな、ね、っていうのもあってこれはマジコラボ来んじゃねと思います。来るんじゃないかな、うんうん、で一応ねほら劇受信者終わりました。はい、あ覇者の塔ありますから、はい、その覇者の塔のオーブがね、はい、あるっていうのもあるんだけど、はい、ちょっと余力も残すっていうことを頭に入れといた方がいいんじゃないかなって思います。そうだな余力違う行き切っちゃわない、うん、特にあの課金する人あ、はいはいはい、うん、思いっきりここに突っ込むのではなくそう、うん、突っ込んで好きなコラボもあるかもしれないな、ね、出てきたね。しかもほら夏休みじゃん、あお盆じゃん、いろいろお金飛んでると思うから、ね、ちょっとあの冷静に考えよう。そうやな毎月来るし、うんうん、はいということでいかがだったでしょうか。良ければチャンネル登録、はい、高評価、あとベルの通知などよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さんせーのいい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。実は声がカスカス、カスカスやね、カスカスですね。どうした？結構喋ってますからね、うん、今日、あ今日はな2本目ですから。あそうやな、はい、まあ、それもありますけど、はあ、さあガチャどうすんのかってことやね。そうどうすんのもうバラへんのにな。どうしよう。いや、行きますよ。え、二人？はい。どっちも出るまで？いや、のつもりしてましたけど。つもりしてました。はい。これ、今回マジやばいと思うよ。何が？こんだけスペック高いんでしょ？怖ない？あ、絞られてるんじゃないかっていう。そう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 。そういう時になんかそうなるやん。それを明るみにさせるのが全力ぶっちぎりじゃないんですか。そこ別に全力払わなくてよくない。あ、それを視聴者の皆さんにお届けするのが全力ぶっちぎりやと思うので。そうか。はい、なんで今回上限決めたいと思います。言っとることおかしいね。え、でも5は行く。5いく。5いく。合わせて。合わせて。うん。うん。2人合わせて上限5。5。うん。5いくち。5いくち。以内に何体出せるか。何5を全部使い切るの。あ、そっか。違うわ。おい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 。おいおい。何言い出すんや、マジで。間違えた。手持ちのオーブで出して終わろうという気ないの。何きっちり全部使い切ろうとしてんの。あれ、お小遣いもらったら全部使い切る子？びっくりしますわ。あ、怖っ。つい間違えた。つい間違えた。やべえだろ、その間違い。皆さん、あの、ね、あの上限5なんで、きっちり5ゆきち使うわけではないのでね、皆さん勘違いしないようにしてくださいね。はい、今回ね、タイトルの方も変えます。ああ、はい、あの、なんだっけ、いつもないんだっけ、出るまでガチャやけど、はい、出るまでガチャ無限課金ですけど、うん、あの限界までガチャでこれに変えたいと思います。なるほど。はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい。